はい、どうもこんにちは、鳥圭介です。最近暑くて、もう今週とかはほんと25度とかばっかりで、すごい暑くて、皆さんもう半袖の T シャツを着られてると思いますが、いい感じの T シャツは見つかりましたか？今日はですね、まあタイトル見てわかると思うんですけど、2種類の白 T を買ってみたので、それの商品レビューをしたいと思います。はい、1着目がこちら。ユニクロ U のクルネクティになります。お値段が1080円になります。まあ本当にシンプルな白 T なんですけど、これがどんな感じなのかっていう商品レビューと、もう一つの商品が、はい、こちらのヘインズの T シャツですね。メンズクルネック T シャツ M サイズ、さっきのユニクロの方も M サイズなんですけど、これ3枚入りで2000円になります。なんで2160円ですね、税込みで。安いです。とにかくこれはベイクルーズさんのレリウムっていうお店で買わせていただきました。多分こういうヘインズの T シャツだったら大手さんとか古着屋さんとかにあるとは思うんですけど、ちょっと探したら、僕はルミネ、新宿ルミネのベイクルーズのレリウムさんで買わせていただきました。はい、早速じゃあこっちから開けてみたいと思います。3枚まとめてこうやって畳んであるんですね。はい、結構でかいですね。こんな感じです。あとで採寸した着丈とかもバーって採寸のっけておくので、そちらも一応参考にしていただけたらと思います。僕が174センチの60ちょいぐらいなんで、まあ基本標準体型だと思っていただいて M サイズにしました。僕ヘインズとか今まで着たことなかったので、インナーは昔からユニクロのやつとか着てましたし、最近はもうほとんどオーラリーが良すぎて、オーラリーにちょっとまあユニクロの8倍ぐらいはするんですけど、頑張ってオーラリーに買い替えてましたね。はい、こんな感じとこんな感じ。まあなんでこの2つを選んだかって言いますと、僕がまあアパレルで店員やってて、インナーだったりとか春夏1枚で着てるのって、なんかユニクロ U の T シャツがすごいいいって聞いたんで、空張りもめっちゃあったんですよね。10色ぐらいあったんじゃないですかね。正確な数ちょっと載しとくんですけど、めちゃめちゃ種類もあったんで、1000円で安いんでユニクロにしました。それとまあよく聞く白 T はヘインズ、もうほんと夏になるとヘインズの T シャツに黒スキニーとか黒のスラックスぐらい、結構シンプルな人も多いんで、そこまでいいのかと思って買ってみました。じゃあそれでは早速じゃあ着ていきます。はい、着てみました。今着てるのがユニクロ U のクルネクティになります。予想以上に意外と身幅とかも取ってなくて、肩幅ももうほんと肩びっしりぐらいですね。で袖丈も結構短めです。ちょっと恥ずかしいですね。結構ここまで短い半袖とかあんまり着ないんで、もうここもあんまり取ってないんで、まあ身幅から来たこの胴のところも、はい、タックインした感じはこんな感じです。どうでしょうか。予想以上に温室が熱いですね。着た時に生地が柔らかくて気持ちいいかって言われるとそうでもないです。まあ1枚で着た時に透けないんで、
これはすごいいいかなとは思いますね。乳首とか透けるのは男性でもやっぱり恥ずかしいですよね。こんな感じですね。どうなんでしょう。それではもう一つのヘインズの方も着てみます。はい、2枚目のヘインズのメンズクルーネック T シャツになります。着丈がめちゃめちゃ長いですねさっきよりはどうなんですかね。生地が柔らかいか分かんないですけど、身幅が取ってあるような気がします。サイズのつけとくんで確認してみてください。肩も若干ちょっとゆったりしてるかなと思うんで、身幅、肩幅、袖丈はそこまで変わらないと思うんですけど、若干着丈が多分5センチぐらいは長いんじゃないですかね。皆さんこういう感じで着るかとは思うんですけど、この動画で透けてるかどうかは分かんないんですけど、カメラが肉眼では胸を張ると透けますねまあこれは多分1枚で着る T シャツというよりインナー使いの T シャツとして着てあげた方がいいかもしれないですね。はい、じゃあタックインしたやつも撮ります。はい、こんな感じですね。タックインした後動画だと違いが分かるかがちょっと分かんないんですけど、僕は正直こっちの方が好きですね。生地が薄いんでやっぱり着心地がいいんですよ。オーラリーの僕がよく着てるシームレスティっていうやつもすごい生地が薄くて、まあインナーで着るやつなんで、まあ透けちゃうんですけど、肌触りがすごくいいんでめっちゃ着やすいんですよね。やっぱりインナーの T シャツでも着心地が重視の方がいいのではないかと思います。はい、ということで、どっちが皆さんは良かったでしょうかどうですかね、難しいですね。なんか予想以上に僕ユニクロの方ががっしりしてて、ヘインズの方が生地が結構薄かったので、そこをどう比べるかっていうのにも変わってくるかと思うんですけど、僕はヘインズの方が好きでした。なんですけど生地が薄くて結構伸びる素材なんで、洗濯とかしたら結構首広がりそうだなと思いましたね。ユニクロの方はやっぱり首のここのリブの部分もすごいしっかりして作ってたので、多分そこまでは伸びないと思うんですよね。ほんと1回2回着ただけじゃ。ヘインズの方は多分1、2回着ると結構よれそうです。首も広がりそうですし、さらに身幅着丈とかも大きくなるかと思います。なので別の動画でさっきの2つのアイテム、ユニクロのクルーネック T シャツとヘインズのメンズクルーネック T シャツを選択してまたレビューをしていきたいと思いますので、そちらの動画もちょっと待っていただけたらと思います。と実はですね、白 T、まあ、T シャツ、まあ、夏のその半袖 T シャツなんですけど、個人的に、まあ、さっきも言ったようにオーラリーのシームレス T めちゃめちゃいいんですけど、あともう一つめちゃめちゃお手頃で最高の T シャツがあるんですよね。それをまた紹介するので、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今後もどしどし動画をアップしていきますので、ぜひ見ていてくださると助かります。僕の個人のインスタグラムでコーディネートなど投稿しているので、そちらを見ていただけると幸いです。はい、それではまた。ありがとうございました。